小崎和夫は、日本山口県下関市出身の、キリスト教宣教師、アンデスの声日本語国際放送専属アナウンサー。1961年3月21日、妻、久子と結婚。後に、夫妻は、二男一常を設けることになる。1963年、太平洋放送協会の職員、電波宣教師として、エクアドルに赴任が決まる。 当初、尾崎はエクアドルへの赴任はあまり乗る気ではなく、日本からの宣教師派遣の例もなく、十分な教会からの支援を得ることもできない。中だったが、その後教会で行われた日曜学校で、旧約聖書の世なしを朗読したとき、自分が世ナであることを悟り、再び主に捧げようと、エクアドル行きを申し出たという。ただ、最初は、教会からの必要経費が足りず、 アメリカ合衆国での不老生活が続く。その後、教会からの支援が拡大し、1964年1月6日に、キトにやっと到着。その後、スペイン語の練習を重ね、現地にあるアンデスの声の専属日本語アナウンサーとして、同5月1日にまず南米向けの日本語放送を開始。妻、ヒサコと共に出演し、ふるさとの香りと、 心の糧を届けることを最大の目標に始まった日本語放送は特に南米に移民した日本人、日系人の反響を集めた。その後も日系人移民の多い北アメリカやアジアのリスナーに親しまれ BCL の一大ブームが巻き起こる時には受信報告書やファンレターが殺到し人気を集める。特に1977年に帰国した時には bcl 愛好者のための集いの講演に出席して、ファンとの交流を深めたほか、1987年に、外務大臣賞、NHK ワールドラジオ日本主催の国際放送の番組制作コンテストでも3年連続受賞など、多くのファンに親しまれた。エクアドルからの日本語放送は2000年12月31日に終了したが、その後も不定期でエクアドル、あるいは、 HCJB オーストラリアからの特別放送が行われ、リスナーの指示に応える形で2006年から HCJB オーストラリアを通しての本格的な日本語放送が再開されており、ヨドバシ協会内に日本事務所が設置された。この間、尾崎夫妻はアメリカ合衆国、シカゴ郊外のイリノイ州ウィートンに移住していたが、2006年9月17日には、久子が ガンのために死去した。現在も尾崎は番組に出演している。ABCD ベテランジャパニーズ HCJB ワールドラジオプログラムプロデューサー DS オブキャンサー HCJB 2012年7月5日閲覧月間短波2006年10月号赤林隆人2012年7月5日閲覧ありがとうございます。